軽く上にステップアップできるんだろうなと。僕はどっちかというと勝敗よりもコンセプトがしっかりしているかっていうところの方がやっぱり先制点取れてないっていうのは大きいのかなと。活躍したら文句言わないでしょって話なんですよ。それいけ丸松くん。へい、平友です。今回の丸松くんは4月のまとめをしようと思いましたが、時間が来ましたので10節でのまとめ。ちょっと中途半端でごめんなさい。実はここが意外と4月でまとめるよりちょうどいいポイントだったなというのもありましたので、今回は J310 節終了時点で、まとめさせていただきました。1段階目のその順位形成などが行われましたので、そのあたりを詳しくご紹介したいなと思っております。さあ、それいけ丸松くんではこういった J3 の話題を中心にお届けしていきます。気になった方はぜひチャンネル登録高評価もお願いします。丸松、まずは3月の順位を出しておきましょう。こちらになります。勝ち点が全然離れてませんよ、どこが1位になっても不思議じゃありませんよというところから3月末スタートしました。4試合終了時点ではもう本当団子状態だったということなんですね。で、一応4月の順位も出しておきますね。4月末の時点ではこのようになりました。まあ、ご覧いただいて分かる通りもう全く予想通り全然ぐっちゃぐちゃな順位になってるんです。で、ただこの時点でもそんなにね順位形成はされていなくて、あえて言うのであればですよ、9位と10位の間と17位と18位の間にうっすら線が入る程度。4月末確かにまとめてもそんな面白くないなとは若干思っておりました。10節終わった時点での順位出してみましょう。このようになります。1位から6位までのトップ集団、7位から11位までの2番目の集団、そしてそれ以下という感じになります。第1集団は負けが1敗から2敗のチームで、第2集団はまあ3敗から4敗、まあ一つねガイナーレ鳥取が2敗入ってるんですが、まあその中にちょっと埋もれてるよと。で、それ以外ということになりました。まあこれを見る限り直近の試合の展開も見ていきますと、調子がぐっと上がっているのは愛媛 FC ですね。直近5試合勝ち引き分け勝ち勝ち引き分け、この試合で随分ポイントを取っております。鹿児島ユナイテッド引き分け引き分け勝ち勝ち勝ちと、まあここもねこの勝ち勝ち勝ちで締めてるあたりはとってもいい状況なのかななんていうのを思います。で、その次にいいなと思っているのはやっぱり奈良クラブかな。トップ2つはね、まあもちろんのことなんですけれども、奈良クラブの僕はこの勝ち方、勝ち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 で4連勝して、でその後黒星が1個入ってしまったんですけど、まあそれはそれで前半5試合と後半5試合、この10試合の 5-5 で分けた場合の後半5試合はすごくいい戦い、そしていいポイントの稼ぎ方をしてるなというのを思います。下の集団で特筆すべきは僕はね YSCC 横浜、この5試合負けてないんですね。引き分け引き分け勝ち勝ち引き分けと、これまでは最下位常連チームと言っても過言ではないぐらい、まあ本当に下位に沈んでいることが多かったチームなんですが、16位に今ステップアップしております。ぬるっと負けちゃってるなって思うのは FC 岐阜、 SC 相模原、ギラバンツ北九州、これからに向けた地盤作りっていうところを重き置いている。だから僕はどっちかというと勝敗よりもコンセプトがしっかりしているかっていうところの方が、一つ見るポイントなんじゃないのかなと思っています。ここから積み上げるっていうことをはっきりと打ち出したチーム編成してますので、それがうまくいくうまくいかないっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、一つ筋は通っているのかなと思います。ただ岐阜に関して言えば得点がね若干少ないんですよ。で、それと同等に失点しているのでプラスマイナスゼロっていうところは、持ちこたえているけどなかなか勝ててないっていうね。普通プラスマイナスゼロだったらもっとね上の順位にいていいはずなんですよ。取らなきゃいけないところで1点差の試合が多いっていうのを今年の特徴にしてるのかなと。で、1点差で競り負けるというところが多い、ここかなと思います。まあもっと言えば先制点先に取られちゃうから負けちゃうんだけどね、やっぱり先制点取れてないっていうのは大きいのかなと思います。で、まあ SC 相模原もギラバンツもね、特にギラバンツは6節の松本との打ち合いに負けたっていうのがまあ効いていて、そこから負け負け引き分け負け負けってもう絶不調ですね。で、あとこの10節終わった時点で
一つ分かるのが引き分けの力っていうところ、若干僕ね危険だなと思っているのはFC 大阪と FC 琉球引き分けが少ないんですね。まあこれは僕平平友の考えなんだけど、先制をよりされてるチームが、まあ、負けやすいっていう傾向にある。そんな中で引き分けに持っていくってことは、試合の中での修正能力が高いチームは引き分けに持っていけるっていうことなんですよね。まあこれはねまた別の動画でご紹介していこうかなと思うんですが、でもう一つこの10節で見て、ここを勝ち始めたら面白いんじゃないのと思うのは、くすぶっているけれども9位に入ったガイナーレ鳥取、 YSCC 横浜が18失点なんですが、それに次ぐ第2位、ワースト2位の、失点数なんですね。得点してるけど失点してるから負けたり引き分けたりしてるんですよ。失点を抑えることができれば今勝ち点14ですから、軽く上にステップアップできるんだろうなと私は踏んでおります。丸松、それではね、ここでこぼれニュースをお届けします。これね J2 の話題なんですけども、ファジアの岡山というチームがあるんですが、ここの身だしなみについてのニュースなんですね。ファジアの岡山って設立してすぐに、選手は髪の毛を染めないっていうことを選手間とクラブが話し合って決めたそうなんですね。だから伝統的にその髪の色を変えるっていうことをしないっていうチームだったそうです。ただ今年どうやら髪の色が若干違うぞっていう選手がいらっしゃったと。でそれに対してサポーターさんがね、髪色変えてますよ、どうなってるんですかっていう、どうやらそれをクラブに問い合わせたそうなんですね。でそれがまあまあ多かったということで、5月16日に声明が出ました。これどういうことかというと、 J リーグ入りを目指すクラブとして岡山に誕生し、地域で一人でも多くの方に応援していただける存在となるため、選手との話し合いの中で自主的にできたルールで、その後も半ば暗黙的なルールとしてクラブ内で引き継がれていましたと。だから当時は話し合ったんだけど、なんかそれがずっと続いてたとね。でただ昨今の社会においての個人の尊重、多様性の尊重がより大事とされるようになり、髪染め禁止といった個別事象を禁止することは、そういった価値観にそぐわない面が出てきましたというのを言ってるんですね。でまた髪の色にとどまらず、クラブが事細かにルールを課すのはプロフェッショナル集団として目指すべき姿とも異なりますと。だからプロにもなってそんな細かいこと決められない、いかんのんけと言われてしまえば、確かにその通りだから、暗黙ルールをちゃんと話し合って、今年ルール見直しましたよと、実は見直してますよっていうことを声明に出したんですよ。ただそれはオープンになってなかったので、いや後出しじゃんけんじゃんって言われてるんだけど、でもまあそういう風に話まとまったよっていうお話。これあくまで僕の考え、昔 FC 岐阜もそうだったんですよ。ヒゲ禁止、髪色変えないっていう理念を持っていた。それなぜかというと、一人の選手である前に一人前の社会人であれっていう考えを持っていた。でそれにみんなが乗ったと、これ今時代とそぐわないんじゃないって言われてしまえば、まあまさにそうなんだけど、いちいちこれも全部決めなくていいのかしらって思う。みんなを納得させられるだけの結果を出せるんだったら、金髪でも活躍したら文句言わないでしょって話なんですよ。そうだ、一番はサッカーをやってみんなを喜ばせたいっていうところに重きを置いている方が多いね。応援するっていうのも自分で決めたこと、ね、自分が好きなクラブに対して思うことがあるっていうのは心が動いてる証拠ですから、僕はすごくいいことだと思います。そこまでこうやって見て、あの人金髪になってちょっと電話しようとか、そんなことをサポーターしちゃダメ。これは別にファジアの岡山のサポーターさんを怒ってるわけではないんだけど、それは一般的にね、僕の中ではそういうふうに思ったかなっていうのを今回は取り上げてみました。皆さんはどう思いますか？まあだから結果もそうなんですよ。今10節終わってなんかこうしょんぼりしてるチームもあると思いますけど、まだまだそのチャンスがあるのであれば、サポーターだったらまあ粛々と、まあ、こういうところ良かったねって、いいところ伸ばそうよって、ダメなところはダメでみんなで話し合って、いやこういうところダメだよねってクラブに伝えるのもありだし、ただ迷惑をかけんっていうところ。またあの5月やろうと思ったらもう
10節から11節になってもう一回やるってなるとまたちょっと何も変わってねえじゃないかってなりそうなんで、5月はもしかしたらまとめはお休みになるかもしれません。その他にね別のことをやりますので、そちらもぜひ楽しみにしておいてください。